そしてベイスターズの2000本ヒッター石井拓郎からも花束が渡されました。プロ野球の全てのヒットマンが目指す2000本の頂き、金本智明がプロ野球史上37人目、その頂きの一つにようやく到達しました。真由美さん、いいところで出ましたね。いいところで出ましたよね、はい、本当にあの時間がかかっただけ余計に喜びも大きいでしょうね。インコースのまっすぐでした。ライト前きれいに、真由美さん、これ金本らしいヒットと言っていいですよね。そうですよね。ベイスターズ選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー寺原隼人に代わりました。金本本人は通過点と話しますが、まあ、17打席ファンを待たせましたから。そうですよね、はい、あの最初は、ね、それほど、ね、意識してなかったでしょうけどね、やっぱりヒットが出なくなると、ね、だんだん意識も、ね、強くなってきますよね、はい、新井もこの表情です。金本が寺原を打って2000本安打到達しました。そしてピッチャーが変わります、はい、今ベンチ裏もね大変な騒ぎになってましてね、はい、先ほどから今日上がりの下柳投手、金本の、選手の打席ごとにですね、はい、行ったり来たり行ったり来たりねベンチ裏を移動してたんですが、ようやく出たということで出た出たと喜びながら、なるほど、今控室の方に戻ってきました。まあ下柳もこの金本に花束を渡しに行きたい気持ちだったんでしょうね。矢野と新井から祝福の花束と2000本のプレートが渡されました。真由美さん、この一塁ベース上金本今どんなことを思ってるんでしょうね。そうですね、まあ、あの区切りの2000本ですからね、やっぱり1本目からね結構ねあの思い出してくるんじゃないですかね、こういう時にね。